こんにちは。確かに借金ね、コツコツ地道に返す。まあ借金のコツコツもすごいですね。8年間返してきたのね。1回や2回滞っても良さそうなもんなんですけどね。私の場合は借りたお金を滞りまくりました。なんかね、毎月30万とか50万とか100万とか足りずに、ジャンプもできずに、そのまんま電話かかってくるじゃないですか。無視とかね、督促状即捨てるとかね、そういうことを繰り返してきて、で車の税金ってもうすぐ来ると思いますけど、車の税金も基本的には半年以上遅れとか、それこそ車検の直前に払うとかね、そんなことの繰り返しでしたね。もうお金なかったんで、春に車検の請求書が来て即捨てて、で督促が来ても捨ててみたいな感じで、何回も捨ててですね、いい加減1年回らない時に払うみたいな感じでしたね。だからやっぱり信用情報ズタボロですよ。でも40歳の時にクレジットカード、通って、そっから徐々に復活してきたかなってとこですよね。当時もお金なかったんで通ると思わなかったんですけども、でも通らなかったのが結構多かったですね。何社か通って、それからずっと通らなかった。で半年経ってもう一回3枚申し込んだら3枚通ったみたいな、あと半年ごとに3枚作ってる感じが今に至るって感じですよね。3枚作っちゃ1年間来るまでにこう解約してみたいなね。でなんとかなるもんだなと。でキャッシュフローも良くなってきたんでね、お話したと思いますけども、そのトランザム買う時にはローン取ってるわけで 3.9% マイカローンね、これは審判会社のやつなんで高いんですけども、でもそこ通ったのと、あとその時に YouTube のフォロワーが8000人だったから、それが通ったというところですよね。でそれは法人での契約だったんですけどもね、だから何かしか通りやすかったのかなと。もちろんキャッシュもあるんですけども、返し続けたところでちょっと土地いったところもあったけど、なんとかなってるかなってことですね。今はね、お金を借りてくれって来てますね。どんどん借りないですけども、こんな借りなくてもいい時に借りろってくるんですよね。でも金利は本当ね、安いですね今ね。銀行も貸してくれるだろうし、いろいろありますね。でも本当コツコツとお金を返していったっていうところも、まさに凡事徹底コツコツの王様ですよ。大抵だって半年ぐらい経ったらもういいかとかなって返さなかったり、なんかちょっとこっちに使っちゃったことになりますからね。吉田さんのコツコツ精神はお金を稼ぐ時もお金を返す時も生きてるなってところですよね。マイカローン次どうですかね。あと1台ぐらい通るんじゃないですか。私も4台は通りましたからね。4台同時にこの状況でずっと1台、ないしは2台だったんですけども、そうですね、45隠居してからは一気に4台になって、一旦ね0円0台になったんですよ。0台から4台に回復してきて、今1台今年の、年明けに廃車にしたんで、もう1台ぐらい、私も Z なんですけどね、 Z32 の方いけるんじゃないかなと思ってますね。一括でも払えるんだけども、経費のこと考えたらやっぱり2年とか4年とか組みたいじゃないですか。そんなね、あるのに借りるっていうね、そんなとこまで来ましたね。吉谷さん、まだまだ攻めていきましょう。この不況の時代にエンジンとなってね、稼ぐところを見せていくとか、使うところを見せていくとかね、返すところも見せていくとか、何もかも、この時代に風穴開けて進みましょう。いってらっしゃい。